ニュースピックス編集部の大酒です。柳橋です。今回は東京、とんでもないスピードで進む東京の再開発について取材しました。ここ数年、超大型ビルっていうのが毎年のように完成してます。確かにヒカリエ、ワテラス、虎ノ門ヒルズ、森タワー、東京日本橋タワーってビルができてるんですよね。こんな必要っていうぐらい。そうなんですよね。まだまだ実はこの先の計画があるんですよね、はい、そうなんですね。今すごくて、はい、高さ385メートルで、うん、できたら日本一か日本一になるんですけれども、はい、東京駅前に東京トーチタワー、これが工事が着工して、うん、虎ノ門ヒルズステーションタワー、麻布台ヒルズと、まあ、これも森ビルの、はい、開発ですけれども、東京ってもうあまりにもこう成長しすぎているんで、うん、はい、もう限界を迎えてるんじゃないかなと。東京でも最大級のプロジェクトは作りすぎですからね。35年前課題がいくつかありますよね。そうですね。ということでちょっとそれを整理していきたいと思います、はい、まず一つ目が人口、うん、2025年をピークにして減り始めると。昼間の人口ですね、まあ、東京に通ってくる、はいはい、来る人。再来年がピークなんですね。そうなんですよね、うんうんうん、これ意外な事実ですよね。意外です、はい、2つ目空室率。今実は10年ぶりの水準なんです、うんうん、もう 6% ぐらいですかね、はい、なのにまたビル建てたら。そうなんですよ、まだ空室率ももっと上がりますよね。 そして最後3つ目賃料。これは空室率とつながるところがありますけれども、はい、空室率が上がってくると賃料を下げてくると、うん、これ賃料ってだいたい坪単価ですよね、うん、そうですね。だいたい1坪って2畳ぐらいなんですけれども、はい、丸の内みたいな一等地だとまあ4万円台と、うん、今直近のピークっていうのが坪単価は20年7月。オフィス賃料ってだいそんな変わんないんですよね。急に安くしますってないじゃないですか、うん、はい、だからこの 14% 低下っていうのは結構その衝撃的で、まあ、この人口、空室率、賃料ってもう3つの課題があるけど、うん、まあ、立て続けてるっていう各デベロッパーさんが、まあ、何を考えているのか、何を考えてるの、そのどのビルがどのデベロッパーさんが手掛けているかっていうのを見るとちょっと面白いですよね。そうなんです。通称デベ、デベ、デベ、デベロッパーのデベで、私はデベマニアなのでちょっとお伝えしたいことがたくさんあります。今日はですね、はい、今注目のエリア3つに沿ってちょっとデベの特徴、うん、野望を大崎さんと共にお伝えしていこうと思います、はい、じゃあまず1つ目、はい、大勝負博打の野村不動産、総合デベロッパーへの憧れを持っているデベロッパーと、うん、野村不動産ってプラウドとかの CM のイメージがすごく強いんですけど、うん、そうですね、よくご存知ですね。その、はい、そのまあマンション業者のイメージのある野村不動産が、うん、今浜松町、もともとこれ東芝の本社があったビルですけれどもに新しいツインタワーを建てていると、うん、浜松町っていうエリアがちょっとあまり馴染みが私はないんですけど、そうですね、浜松町のしかもなんていうかな、駅のこう反対側なんですよね。海側にものすごいでかい一つのフロアが日本最大級なんですけども、まさに大勝負ですよね。ツインタワーにするんですね。ツインタワーにするんですよね。これなんでマンションから急にオフィスビルに、うん、デベってどこも自分の街を作りたいっていう願望があるんですよね。なるほど、はい、で野村不動産はこれ明確に浜松町を自分たちの街にしたいって言ってたんです、うんうん、今回特別にその建設中の状態行ってきました。初めて、はい、ちょっと嬉しい嬉しい、窓が全くない。風がやっぱり気持ちいいですね。下よりだいぶ風が吹いてる。うおー、わー、こうやって運んでるんですね。どうですか、これを眺めながら働くっていうのは気持ちいいんじゃないですか。多分こんな広いビルって広いですよね。めったにないんですよ。今ちょっと聞いたんですけど、このビルってこう海に面してるんで、実はこう船で通勤できるようになっていて、で今あそこ見えてるのがハルミフラッグなんですよね。あそこってフルで稼働するとだいたい1万2000人ぐらいが暮らす町、ハルミフラッグがこのビルの下まで40人乗りの船なんで、まあちょっとちっちゃいですね。500円以内、面白いですよ。だけどですね、
ていただいて、そう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 、なんですか、まさにこのビルの日経の一面に出した、ちょっと伝統的な今までのビジネスエリアではなかったような、はい、この圧倒的なですね、うん、このスケール感、海と空のスケール感があるというところがですね、非常に大きな特徴だと思っています。交通もですね、陸海空という面では非常に恵まれてまして、まあ、この景色をですね、楽しんでいただくために柱のスパンを通常7メートルぐらいが多いんですけど、18メートルというふうに広くします。このガラスなんですが、これはマキシアさん非常にこだわったところで、外から見るとですね、空や雲が映り込む形になってます。威圧感がないみたいな感じなんですか。これを建て替えるんだよって言われて、で今まあ専務になられて、でこのビル見られてくると どんな、いや本当に感慨深いものがありまして、東京でも最大級のプロジェクトは、まあ、野村不動産の将来の収益源ということで大きな注目をいただいていると非常に今感慨深く感じております。今空室率 5% 近くまで、はい、リーシングって結構大変なんですか。まあ、おっしゃる通りで空室率が上がってきているのも事実ですし、外資系の企業さんもたくさんあってですね、ご興味いただいているというところですね。2つともできると、そうですね、どれくらいの賃料になるんですか。そうですね、ちょっと具体的な賃料はすみません、まだご公開してないんですけれども、まあ、でもなんかこう、これってこう大手町と比べて空室のイメージがあまりないので、はい、こう4万円をちょっと切るぐらいのこう割とリーズナブルな価格なのかなみたいな感じもするんですけど、はい、おっしゃる通りで、我々も伝統的なビジネスエリアさんとこうなんていうんでしょうかね、ガチンコでその戦うっていうよりもやはりこう差別化っていうんでしょうか、まあ、結果的にこういうものを評価していただけると、まあ、いい賃料をいただけるんじゃないかなというふうに考えております。はい、海外系の企業がこう陸海空の交通の便がいいから、うん、入りそう約束してるみたいな話が出てきてましたけど、1500坪が2棟埋まりますか。そう、これはね結構大変だと思いますよ、はい、その取材でも営業が大変っていうことは、まあ、ちらっとおっしゃってましたし、でしかもこの近く浜松町の反対側なんかは世界貿易センタービルなんかも新しくなってますし、うんうん、ちょっとねどうかなっていう気は、はい、しますよね。では2つ目のデベ、大金持ち三菱地所です。大金持ち、あの丸の内を持っているわけですから、はい、まあ、あそこの丸の内に入っている日本の大企業からチャリンチャリンと賃料が入ってくると。もともとあれですよね、その東京の高層ビル、うん、三菱地所の丸ビルですよね、うん、であれを皮切りにですね、こうどんどんこう丸の内をですね、こう、まあ、連鎖型って言って、はい、あの古いビルから新しいビルに移ってもらった上で壊して移ってもらって、そうですね、まあ、ドミノみたいな感じで、はい、今もう丸の内って高層ビル街になってますけれども、はい、2000年以降に面積が2倍になっている。2倍、それでもまだ建てる、うん、385メートルのトーチタワーですね。なんか完成の写真、うん、めっちゃでかいですよね。そう、めっちゃでかくて、しかも太いんですよね。めちゃくちゃ太くて、だからそのシンゴジラではこのビルが、まあ、なんだっけ、大量物なんか兵器とか言って、こうあれを壊してドーンとゴジラの上に落とすことで、そのこう大質量がこう落ちてくるっていうので、こう武器になるっていう、まあ、デベマニアの間ではシンゴジラその見た時に、あれまだ立ってないトーチタワーじゃんっていうのがこう話題になって、壊されたからかどうかわからないんですけど、ちょっとデザインが全然変わったんですね、当時と、はい、このトーチタワーが立つと、うん、丸の内のこの面積の約 10% ぐらいになる、うん、相当な広さですよね。まあ、三井衣装 のインセンティブっていうのは三井不動産に勝つっていうところなので、なるほど、はい、まあ、その対抗としてこういうでかいビルを建てたんだろうなと。このトーチタワーを建ててどうしたいのか、何がしたいのかっていうのを、四塚執行役専務に取材しました。ものすごいでかいですね。ものすごい大きいですね。390メートル高さをこのビルに求めたのはどういう背景があるんですか。正直ですね、はい、まあ、結論から言うとたまたまこうなったというのが、まあ、正直なところなんですけれども、足元にですね、インフラ系が実は入ってまして、まあ、端的に言うと変電所とかですね、下水道のポンプ場とかですね、
あの一定の敷地の中にこうギュッと集めた結果、うん、まあ、結果的にはこう高さが高くなってしまったということでご理解いただければと思います。今空室率が結構上がってるじゃないですか、はい、あの非常に大きなビルなので、はい、まあ、しっかり埋めていく必要があるかなということで、はい、先に結論から申し上げると、一気にこれ全部例えば竣工した段階にテナントが埋まってるってことは多分なくてですね、 ある程度少し段階的に統治タワーに関して言うと、これ間違いなくやっぱり勝ち組の、筆頭として残るだろうと、うん、これなんで東京ってこんなにビルを新しくする競争が激しいんですか。作りすぎですかね。正直作りすぎですかね。やはりその東京のオフィスマーケット の懐の深さというのはこれはあると思います、うん、なんか丸の内だとニューヨークのようなパリのようなっていうなんかキャッチコピーがすごい、うん、あって、ここはどこのような大手町になるんですか。どこのような、難しいですね。いや、もうこれはもう統治のようなですね。つまりもう唯一無二 の海外にこう見に視察に行くみたいなケースが多いんですけど、いや、世界の最先端 その開発と比べても、この統治の開発ってもう全く負けてないというかですね、ここで働いてる、ここで何とかしてる、お茶してる、俺かっこいいねって思ったりとかですね、来るだけで湧き立ったり楽しくなったりとか、そういうこの気持ちにこう訴えれるようなものが重要かなというふうに思ってまして、なるべくいろんな方のご意見とかお話を聞きながらやっていきたいと思ってますね。じゃあすいません、ありがとうございます。すいません、お粗末でございましたが、はい、ありがとうございます。こう三菱地所ってやっぱりお金があるんで、うん、もうビルを作る、もう吉塚さんも作りすぎかなって笑っちゃってたじゃないですか。笑っはい、でもその空室率とかそんなに危機感はないのかなっていう印象だったんですけど、まあ、あそこまでランドマーク性のあるビルだと、はい、まあ、あそこは入ると思うんですよ。統治タワーには入る、はいはい、でもやっぱ周りのビルがね、まあ、例えばさっき出た浜松町ビルとか、はいはい、その周りのビルが本当に空室だから、全体としてそんなにビル必要なのっていうところがやっぱり実際に取材したビルってあそこは 100% 稼働してて、うん、その理由がなんかこう社員食堂とか会議室をなんかシェアできるようにしてるっていう、なんかそれが一個付加価値、付加価値だと、まあ、いろんなそういう細かい工夫をしてる、まあ、進化を続けているというのがディベロッパーだということですよね。はい、じゃあラスト、狂気の沙汰、森ビルです。いい意味ですよ、これは。いい意味ですよ。デベオタの間でもそういう感じなんですか。そうですね、森ビルはもう別格ですよね。森ビルなくして再開発は語れないっていうぐらい、もう例えるなら、もう東京っていう大きな風車に立ち向かうドン・キホーテ。ドン・キホーテって、まあ、大きな風車にこう立ち向かうっていう。ああ、ガチの方どういうことかというと、どういうことですね、はい、平面に広がった東京、うん、に対する孤独な反抗です、はい、これは森家のがのオーナー企業なので、はい、なんかこう森一族の壮大な理想を、まあ、実現するための会社がこう森ビル。森家が成し遂げたい、うん、はい、理想像ってどういうものなんですか、はい、前の社長ですね、森実さんっていう、こう一冊のこう論文があるんですよ。論文、いかに東京がこう平面に広がってきたか、それによってこう生活が大変だったり災害なんかに弱かったりするか、我々はこの東京を作り変えるんだというようなことがもうびっしりと論理的に書いてあるんですね。いろんな数字を使って、はい、要は300世帯ごちゃってあるのを1棟に敷き詰めれば、そう、自然が増えて、うん、で交通も良くなってみたいな、そう、要はそういうことなんですよね。実はそうそう、要はそういうことっていうか、それくらいピュアなんですよ。それくらいすごく単純なことで、うん、はい、考えてみれば当たり前の再開発をしてる、これってまあすごく難しいことですよね。だってそれだけたくさん人が住んでるわけだから、そこどいてどいてっていう話じゃないですか。もう果てしない時間と労力をかけて再開発していくっていう、うん、で11月に麻布台ヒルズが開業、うん、はい、これがすごい。1989年からおよそ35年かかっている、うん、35年ってすごいですね、うん、これ35年ってすごいですよ。新卒から麻布台ヒルズを担当して、で今麻布台ヒルズ担当の役員にまで
なってるとんでもないサラリーマンがいるわけですよ、はい、ぜひ話聞いてみたいじゃないですか。取材しました。